い、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます、よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい、ということで、結局ね、昨日弾薬が足りないから弾薬取りに行って、ちょっと武装をね強化してから行くわって言ってたんですけど、向こうの鉱山に行ってもね、結局サルファーとかね硝酸とか出なくて落ちてなくて、ガンパウダー結局作れなかったんですよね。でこっちにはね落ちてんのを見かけてるんですけど、向こうにはね、何回かやり直したんですけど湧かなかったですね。たまたまかもしれないですけど、なのでガンパウダー作れなかったので、銃弾の補充ができなくて代わりにですね、銃をたくさん持ってきました。いろんな銃をいっぱい持ってきました。代わりに弾薬がないんで、代わりにですね銃の種類を増やしてみたという感じですね。でこっちには確かね、あ、ないか、こっちにもないか、 あるよね、ほらね、こっちにはこうやって湧くんだよね。これサルファもあるね。向こうにはね、なんか全然湧かなかったんですよね。銅とかね、銅とかジンとか亜鉛とか湧くんですけど、まあたまたまかもしれないですけどね、たまたまかもしれない、まあただそれのおかげで結局ガンパウダー作れなかったんで、このまま頑張っていきましょうって感じですね。はい、そしてここですけど、奥に行った方がいいよっていう話がありましたよね。奥に行った方がいいんですかね。奥の作りがよくわからないんですけど、奥行ってみますか。こういうところにはまったはまるじゃん。うわー、どこにいんの。あ、いたいたいた、あ、いたいた、やられるじゃん。うわ、やられてる、やられてる、はまってる、はまってる、俺がはまってる、ちょっとどいてどいて俺がはまってるじゃんはめるどころか。ほうどっかにはまるのかな。なんかはまるらしいですけどね。あ、やばい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 、よくわかんないな、動きが。はまって動けなくなるとか言ってるけど、そうなのかな。動けなくはなってないですね、とりあえずね。動いてますね。上がってくるのかな、こいつ。あ、上がってくるわ。ちゃっかり上がってくるわ。うわ、来て来て来て。来て来て来て。え、でどこにいるのかわかんないんだけど、そっちか。敵の姿を見失い、暗いからね、暗いから姿を見失ってしまうんだが、まあとりあえずあの石攻撃は全然ダメージ与えられてないけど全く与えられてないけど、うわうわああなんか痛かった。あ、痛い痛い痛い、当たるんだそれ。強いな。死んじゃうんじゃない、死んじゃうんじゃない。この人ね、体力を回復する。あ、痛い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 、なんか当たった。体力回復するすべがない。あ、痛い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 、そう、ずるいずるいずるい、それずるいわ怖い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 。あ、やられた、やられるやられる。どこ行った、どこ行ったか見失うんだけど。減ってる、体力体力減ってる走ってきた走ってきた走ってきた。え、ちょっと待って、引っかかった引っかかった引っかかった。あ、終わったんかいむずくない、なんかやっぱりむずいな。やはりここはですね、弾薬作っていった方がいいかな、個人的にはね。その方が楽だよね、明らかにね。ということで作戦変更。
シャキン。とりあえずゾンビ用にショットガンはキープしといて、スナイパーライフルあんまり意味がないので、これでちょっと採掘していこう。ゾンビがいなかったらの話だけど、ゾンビいたら逃げてくるけど、ゾンビいたらちょっと読み込み直すかな。うん、そうしましょうか。あ、いるね、いるわ。あ、来たわ。はい、だいたい2匹セットで来るよね。死んだかな全員。そんなにたくさんいないでしょこれ、いくらなんでもね。そんなにたくさんいなかったはず。多分ゾンビはもう持ち物は持っていなくなったんだよ、落とすようになったんでね、こうやってね。うん、すべて荷物を落とすようになったね。これ何、ソルトか。もういないでしょ、4匹倒したから多分もういないね、きっとね。ということで安心して採掘していこうじゃないか。あ、なくなってる、ここに石あったのに。あったあったあった、これもらおう。採掘していこう。あ、いっぱい手に入るねこれ。いいねいいねいいね。たまたまだけど、たまたまなんだろうけどね。うん、よし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 、オッケーオッケー。あの、あれも持ってくればよかったね、すり鉢ね。もっと欲しいところだけど、もうないか。そこに銅がありますね。あ、もうないね、もうないな。向こうに行ったら行ったであるんですけどね、ボスのとこにね。ボスのとこにも石はあるんですけど、とりあえずもう銅とかそういうのはいらないんで、一旦上がってセーブするかって感じですかね。この上にはないよね、ないね。あー、ちょっとしかなかったね、残念ながら。残念ながらちょっとしかなかったな。カクカクってかくったね、今ね、かくりましたね。あ、ないね。まあまあちょっとでも手に入ったのはいいけども、もう一回行きたいよね、もう一回行こうか。よし、行きましょうか。またゾンビが戻ってるかもしれないですけどね。まあ、とりあえずこのライトは消えないということが判明しましたね。セーブロードをしてもこの電気は消えないんですね。いるかな、あれ、いないね。お、今回ゾンビいないね。よし、行くぜ。あ、でもなんかジンクジンクジンク、あ、あった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 、あったあった。これいた、1個しかないのか、しょぼいな。全然ないよりはマシだけども、これはでもね、あるんだよね、在庫が。確か在庫があったような気がする。で、この先は、この先には、あ、ないか。これは鉄かな、鉄っぽいね。あ、1個しかないわ。まあ、この先にありますけどね、ボスのとこにね。あ、ここにあった、ここにあったわ、見落としてた。オッケー、オッケーじゃないか。取れないじゃないかそれ。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。もうないね、もうないな。あんまり数ないね、あんまり数はないんですね。ということでだ、ここにもあるね、これ隠れてるけどね、隠れてるねこれ。こいつ割ったら手に入るんじゃない、これ融合してるじゃんこれ、融合しちゃってる。 OK。 ついでにスクラップもいただいておこう。ついでに、ちょっと取れないじゃんねこれね、この飛び散り方。ちょ、取れない取れない、どこどこどこ、当たり判定微妙すぎるわ。しゃがめ
しゃがんで取れないじゃんこれ。あとだ。オッケー。よし。これもめり込んでる？こいつも融合。あ、これもなんか融合してそうな雰囲気であるね。なんかね。こいつも重なってそうじゃない？重なってなかった。ジンクだっか。ただのジンクだった。ただのジンクでした。これは？これさっき割ったもんね。ここはね。以上か、もうないか。なんか、これ何？あ、こんなところにギア落ちてる。なんか光ったなと思ったのね、今ね。うん。そして、こういう隙間とかね。危ないね。出れなくなっちゃうね。あんま変なとこ行くと、出れなくなっちゃうからね。うん。気をつけないと。気をつけねば。さあ、まあ、しょうがないんで、帰りましょうか。何個取った？そんなに取れてない？あ、でも、8、4、8。あー、ちょっとは作れるかな、これで。10発ぐらい。まあ、地道に行きましょうか。こんな感じで。ね。あ、間違えたボタン。よし。まあ、とりあえず帰るか。なかなかあれ倒すの難しいのかな、ひょっとして。それともなんかまぐれで倒せたりする代物だったらね、何回かやり直したらそのうち勝てるだろうっていうそういう感じもするけどね。まぐれじゃ勝てないのかな。多分あのアサルトライフル M4 とかでもあのね、石をさ引っこ抜くときにしゃがむじゃんね。しゃがんだ瞬間に頭にバババババってこう連打で当たれば死ぬんじゃない？死なないかな？そんな奇跡起きないかな？ね。そんな奇跡起きませんかね？なんか起きるような気もするけどね。これこっち行くのと向こう行くのとどっちが早いでしょうか？こっちの方が遅いか。こっちの方が近いんだけどね。近いけどこっちスピード出せないからな。あ、こっちの方が遅いね。明らかに遅いね。こっちスピード出せないもんな。こっちのがまあ近道は近道なんですけどね。こっち行った方がね。明らかに近いんですけど。こんなとこ車で入っていくやついるのかっていう感じですけどね。あ、いたいたいた。あ、いたいたいた。あ、いたいたいた。こうね。あ、こっちのが、全然こっちのが遅いね。これスピード出せないもんね。こっち来たらね。全然ね。全然こっちのが遅い。危ない。しかもスタックする可能性を秘めている。こっちの道はこっちの道は常に危険をはらんでいる、はい、あ、ここは鉱山ですね。鉱山ね。ちなみにちらっと見ていきましょうか。はい、今までの鉱山ここですね、はい。そのね、まあ、たまたまかもしれないけど、荘園とかね、その辺が湧かなかったんで、これジンクですね。これ鉄だね。やっぱ湧かないね。やっぱないね。で、ここにあった石はなくなったんだよね。ここにあった石なくなったんですよ。うん。ないね。で、こっちにももう石湧かなくなったんですよね。こっち、今までここにもあったんですけど、ここほら、ここなくなったんですよね。で、こっちもなくなったんですよね。なので非常に数減りましたね。絶対的な数がね、随分減りました。随分減りましたね。うん。で、確か昔はここのドアが開いてて、ここのドアが開いてたんですよね、昔はね。昔はっていうか、まあ途中から開くようになったんですけどね。このドアが開いて、あのバーサーカーのいるところに行けたんじゃなかったかなという気がするんですけど、思い違いだったらごめんなさい。あまりにももう1年ぐらい前の話なんでね、忘れましたけど。はい、ということで、やっぱりスタルファーとかは湧かなくなったんでしょうかね。たまたまなのかな。ちょっとよくわからないけども、まあ手に入らないと。とりあえず今は手に入らないということで帰りましょうか。帰りましょう。うん。弾薬ちょっとあれですね、貴重になってくるのかな。いくらでも手に入ると思ってたんですけど、今までは、あんまり湧かないんならね、ちょっと貴重になってくるよね。
とはいえこういうゲームだからバンバン撃ちまくりたいんだけどねせっかく銃があるんだからね、ビシバシ撃っていきたいところなんですけどね、そうもいかなくなっちゃうのかな。ねえ、寂しいよね寂しいよねとか、寂しいね。はい、ただいま、よいしょよいしょ、はい、ただいまです、ただいまです、ただいまです。あ、待って、気づかなかった、スコット降りてるじゃんスコット降りれたのか、よかったね、よかったね、スコット君やっと降りれ、これ見て見て、ケースがいっぱいあるのよ、ケースだけで200発以上あるんだけど、あるんですけど、うん、弾がない岩盤、火薬がないんだよね、うん、残念ながら火薬がないって。あれ、どれだっけ、あれ、これじゃなく、あ、これか、これだ。何、スコット、何のよ構ってほしいのか。あんまりできなかったですねあんまりできなかった、弾6発ぐらいしかできないんじゃないこれねえ、 6個しかできなかったけど、いやー、ダメだな、なかなか厳しいね、なかなか厳しいね。うーん、庭2個ずつだ、3発しか作れないじゃん3発しか作れない。あ、でも1回で結構いくんだったか、そんなことなかったっけ、違うかな、そんなことなかったっけ。炭持たなきゃいけない、炭、ガンパウダー、ガンパウダーを6789101112しかできなかった。12発ってこと、じゃあ作れるとしたら、あっ、切りきたね、気にしないでいこうライフルはもう、あ、ちょっと待って、ケース持ってなかった、ケース 12?13?13 しかいけない、ライフルはもう、あ、13しかいかないね、13じゃ倒せないな多分ね。あ、みんな集まってきた、あ、霧だからね、霧だからみんな集まってきたのね。13じゃちょっと倒せないな、これね、チャキンと10発か、うん、まあもうちょっと貯めたいね、もうちょっと貯めることにします。はい、ということで、すいません、今日はなんかあれですけど、今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。